はい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 、どんどん押して、はいはい、回復入れての、横後ろジャンプの、こうこうこう、鉄砲こう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 、回復入れて、もう一回ワンツーワンツー、スレッシャー呼んで引いてからのワンツーワンツー。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ今日はですね、 RK7 のマスタークラフトが手に入ったので、ちょっとこれをね使おうと思います。そしてこの RK7 がね、めちゃくちゃ実は、まあ、知ってる人も多いと思うけど、めちゃんこねハンドガンレベルじゃないぐらいに強いので、ちょっとね紹介しようと思います。そして動画の前にまたお知らせが今日あります。8月16日から1週間ね、原宿のラフォーレでポップアップストアをまた開きます。ラッシュゲーミングの新作アパレルや、今回はハセシンのね、アパレルも販売する予定なので、そして、こんな感じのスケジュールでメンバーともね、会えますというわけで、ぜひ来てください。またね、イベントが近くなったら、来月またね、動画でもお知らせするので、よろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ、Cサイドの今回は、チーですか。チームデスマッチ。ベアボーンズチームデスマッチ。お、イースタン、いや、君は食らってないんかい。オッケー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 。回復して、もう一枚やって、近距離2バーストですからね。で、今回のこの、かっちょいい、わお。かっちょいい、マスタークラフトのやつ。なんだけどこれ、キルしちゃうとね、変わっちゃうんだよね。この見た目が。この初期状態は結構僕好きなんだけど、なんかね、見た目がどんどん変わっていっちゃって、キルすると。なんか、お祭りで売ってるエアガンみたいになっていっちゃうんだよね、急に。今回ね、スティームショットをベアボンドとつける必要はないから、まあその分、アタッチメントにね、割り振ってる感じですね。まあ今回の、ハンドガン縛りにはちょうどいいっていう。いないね、全然いないね。センターかな？全然いないわ。なんだ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 ？また君か！まだそこに寄ったか。いる、1枚いる、ここ絶対。殴る。後ろは行ってんな。そっちは行ってんね。撃たれた。ワン、ツー、ワン。ああ、後ろもいたのか。噛み合わない。なんかさっきから裏から撃たれることが多すぎて。正面に来てくれればやれるんだけどな。はい、ワン、ツー。はい、はい。どんどん上がります。ワン、ツー、ワン、ツー。オッケー。もうハンドガンの性能じゃないからね。ワンツーワンツー、はい、ワンツーワンツーワンツー。あー気持ちいい。やばい、回復できてない。回復が微妙です。ちょっと待ってよ。でこっち来てるから、まだ構えておけばやれると思う。ワンツーワンツー、回復入れて指読んで、はい、ワンツーワンツーで、リロードして、はい、ワンツーワンツー、はい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 、どんどん押して、はいはい、回復入れての、横後ろジャンプの、こうこうこう、鉄砲こう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 、回復入れて、もう一回ワンツーワンツー、スレッシャー呼んで引いてからのワンツーワンツー。やばいこの銃。ストリート？あー、奥にいたね。ここね、後ろも上曲がってある。降りてくんの君。やばい。引いてからのワン、ツー。ワン。あー！ローだと思った。ワン、ツー。ワン、ツー。ワン、ツー。忙しすぎる。なんだこれ。ちょっとさっきから。全然休ませてくれへん。あの距離はちょっと厳しいね、さすがに。もうヘルスター呼んじゃおう。まあ、いっか。とりあえず1キルで。ワン、ツー。一旦下がろっか。あえてさっき、ちょっとさっきからずっと突っ込んでるから。一旦ここで引く動き。押しつつ。ワン、ツー、ワン、ツー。やれてない！やれてない。味方がやってくれた。ヘルソーム。めちゃくちゃキルペース急に上がった。ここに落とすべきではないですね。はい。ヘルストが下手くそすぎる。で、左また通路いるから、絶対。いけるかな？突っ込んでみるか。
もん。危ねえ、スレッシュ出した。回復して。ワンツー、ワンツー。いいよ。テンポよく行こう。センター映ってる。上登られた。スレッシャーもう一回呼ぼうと思ったけど。どうだ、味方そこ。ナイスキル。スレッシャー呼べた。さあ、リスポーン変わりましたよ。ワンツー、ワンツー。いいぞ。あ、撃つときワンツー行った方がなんかキルがしやすい気がする。お、これまずい。ちょっと待って。上がめちゃくちゃ痒くなってきた。急に。蚊に刺された気がする。蚊に刺された、絶対。今の負ける？どうした？ RK7。そんなもんじゃないだろう。急に弱くなったな。さあ、もう一回。ちょっとラストプッシュ、あと、数十点で終わっちゃうけど。1キル、2キル。さあ、どんどん詰めて。どんどん詰めて、どんどん詰めて。そこに、ナイスキル。上がろう。ワンツ、ワンツ、オッケー。ワンツ。あー、今のは若干エイムが左にずれてましたね。44キル、45キル。50キルいくかな。50に乗せたいね。ハンドガン50キル。行きたいな。ハンドガンじゃねえけどな、これ。もはや。ワンツ、ワンツ。まだこっち側湧いてるから。ワンツ、ワンツ。すぐ来るよ、敵。構えて、構えて、構えて。ワン、後ろー！うわあ、敵が抜けていってしまう。まずい。50キル行きたい。敵が抜けたけど、50は狙う。もう終わりだからね。左から来るよ。ワン、ツー。ナイス。あと1キル。50キル、50キル。絶対この先いる。もう映った。ワン、ツー、ワン、ツー。オッケー !50 キル達成。オッケー。ふぅ。まあ、敵がいなくなってしまったけど、もうあと5点で終わりだから、サクッとね、終わらせましょう、この試合。あのキャラ、やれそうだった。あのキャリア無理ですねーって言おうとしたんだけど、なんかいけそうだったな。うん、厳しい。さあ、あと。はいはいはい。お？当てたよ。ナイス！ 53 キル、7ですということで。はい、というわけで、ちょっと2試合目ですね。ちょっとサップレッサーをね、つけてみました。まあ、グリップ、いるのかなこれ。この武器。ちょっとね、グリップを外してサプレッサーつけてきたんだけど。まぁ、ちょっと、隠密系で、チクチク行きましょう、チクチク。さぁ、ちょっと広めのマップだな。ファイアリングレンジということで、飛び出しちゃおう。いや、動くんかい、君。やべ！動くと思わなかった。なんか、放置感出てたんだけどな。いやぁ、ちょっと多いね。やっぱりサプレッサーつけると威力減衰が激しいかな。1枚。あ、これちょっと弱いな、多分。これ弱いわ。ダメだ。あ、近距離は、近距離いいか？いや、きついな、ちょっとこれ。でもサプのおかげでバレてない説。バレてない、バレてない。ちょっと角待ちしよう。バレてないぞ。じゃあ弾がないな。回収回収回収。ああ、バレてないバレてない。あー、絶対隠れたじゃん今の。嘘でしょ。ちょっと微妙だな。確かにバレないのはいいんだけど、ちょっとやっぱキルタイム、ちょっと距離が離れると伸びてる気がする。うん、ちょっと微妙だね。よいしょよいしょよいしょ。よし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 。指？ちょ、うろちょろしようぜ、うろちょろしよう。いや、でも立ち回り次第かな。立ち回り次第で。いけるか？立ち回りでいけるか？いけるいけるいける。いけた、いける気がしてきた。どうです？どうですか？これ。いけてます？いけてますか？いや、スレッシャー出した？危ねえ、よかった。ギリギリ。なんかこの部屋ラグいな。さっきと同じ部屋のつもりなんだけど、ちょっとラグくなってるね。当たるかな？お、当たった、ラッキー。よーしよし、22。まあまあ悪くないんじゃないですか？うわ、登れなかった。ちょっと待って、登れなかったから。やーばい、めっちゃ住んでる。有料物件、有料物件。パラパラパラ。パラ。ナイス。
でも撃ってもやっぱバレてない。バレてない、バレてない。やばい。後ろはまずい。なんか、こっちが見える前に、なんか、ダメージ受けてた気がするぞ。これかなりラグいな、多分。どうどうピング 130? なんか、海外部屋多くなってきましたね、なんか。まあ、ソードフィッシュとかが、まあ、いろいろね、少ないから。まあ、海外部屋そんなに嫌いじゃないけど。いや、海外版の方がね、まあ気楽にできて、面白いよ。かな?でもちょっとこの部屋ラグすぎるな、なんか。結構ラグいよ。多分動画だとあんま伝わらないかもしれないけど。よしよしよし。やべ。いや、ギリギリだな。湧いてるね。こっち向かないで。降りてきて降りてきて。いや、ダブルキル無理。ちょっと回線的に厳しいな。ちょっとここでさ、さっきのあのグリップのサプじゃない方に戻してみようか。ちょっと、回線が悪いからやっぱり負けてんのか。それとも、サプの威力減衰が激しいのか。ちょっといまいちわからん。よし、じゃあグリップ付きです。サプなし。どんどん行きましょう。スッ。これ上じゃないかな。上だね。やっぱサプない方が強いかも、これ。おお、うん、強いね、強いね、やっぱ。お、強い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 。やばい。カバー、カバミ、カバミ。これは長いスタンだ。モロぐらい。あ、やっぱサプないと全然違うな。ほらほらほら、気のせいじゃないよね、これ。これで気のせいだったら終わっちゃうんだけど。さあ、かなり正面多めですね。あれはちょっと人数多いし、無理なので、ちょっと距離詰めてきてほしいな。ナイスカバー?いいコンビネーションだ。よしよし、オッケーオッケー、ヘルストーンゲット。ラスト、ヘルストーンを使って、なんかぼやけてる。3枚ダウン。あ、根幹食らってるんだ。根幹食らった状態でヘルストーム呼んでると、ああなるんだね。ヘルストーム画面もこ、あの、ぼやけてるな、ちゃんと。オッケー。あー、50キルいかなかった、こっちは。49の11ってことで。あんまり、スコアストリック1回しかスレッシャー呼んでないけど、あれだね。結構、キル数はいったね。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は、新しくね、追加されてるマスタークラフト RK7 縛りってことで、まあ、ちょっと強すぎるな。ハンドガンとしては強すぎて、あんまハンドガン縛りした感じがないんだけど。いやー、隠れ化け物武器ですね。はい、というわけで、今日もぜひモチベになるので、グッドボタンね、ぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun.